こんばんは。6時のニュースをお伝えします。先ほど自転車を走行していた男性が白い仮面をかぶった男に襲われる事件がありました。事件のあった現場に斉藤アナがいますので詳しい話を伺ってみたいと思います。斉藤アナ。はい、斉藤です。こちらが実際に男性が襲われた現場になっています。男性の話によりますと、こちらを自転車で走行している際に白い仮面をかぶった男が、男性に突然襲いかかってきたとのことです。失礼しました。こちらを走行している際に男性が突然白い仮面をかぶった男に襲われたようです。突然襲われたんですので、ちょっとやめてもらっていいですか。いい加減にしてください。はい、申し訳ありません。ちょっと今現場の方でトラブルがあったみたいなので今ちょっと中断させていただいて。はい、わかりました。大丈夫ですね。わかりました。それでは、もう一度現場の方につなげてみたいと思います。斉藤アナ、引き続きちょっとお伝えさせていただきたいと思います。被害者の男性によりますと、男性がこちらを自転車で走行している際に白い仮面をかぶって、あんたさっきから何してるんですか。こんな仮面なんてかぶって、おそらく多分仮面をかぶってたので、犯人と思われる男は今斉藤アナによって逮捕されました。大丈夫です。よいしょ、よいしょ、